日本の場合って藤本さん働いてますってなっても、うん、子供の世話うんぬんとか母親である藤本さんがやれみたいな文化圏じゃないですか。でも今時ってパパも全部任せてるじゃやっぱりダメだよねっていう時代にはなってきてるので、藤本さん的にもやってくれてるんですか。本当にお互いができることをやるっていう感じですね。明日何やってるって言って、じゃあこれを送り迎えお願いしていい、私こっちから行くねみたいな。結構真っ当な家庭なんですねどういうことですか。割とその売れてる芸能人系の人とかって、はいはい、仕事をベストを尽くすのが当たり前だよねという価値基準の男性多いじゃないですか。でもやっぱり子育てもやってっていうところも仕事にもつながってたりとか話とかできたりするっていうところではやっといて損はないというか。ひろゆきさんはそうなったらやるんですかちゃんと。まあまあ僕はあの子育て関係はノーコメントっていうことにしてるんですけど、まあ多分やるんじゃないかな。急にグズグズじゃないですか、はい、ちょっとまあね奥さんにもね甘々ですから急に喋んないじゃん知りたくないですか旦那さんの、ね、私はね結婚するときに聞いたんですよ。年収大体いくらぐらいなんですかとか、借金あるんですかとか、一つのお財布になるっていう認識だったので結婚したら、って意味でなんかこう借金あったら嫌だなとか思ったので、いくらでもよかったんですけど一応聞きました。ちゃんと正直に言ってくれました。言ってくれました。で今はもう全部私が一応預かってやってる感じですね。あでも旦那さんの全部一回もらってってなると、その旦那さんが遊びで金使うとか難しくなりません？使わないですよ遊びで。芸人さんってなんかそのおごって飲み歩くみたいな文化があるじゃないですか、うんうん、使ったからってなんで使ったのとか文句も言わないし、カードを持ってるので好きに使ってる感じです。別にお小遣い制とかでもなくて、使ってるのに対して文句言ったことは一度もない、うんうん、ないですないです。すげえしょうもないものとか買った時に文句言わないですか。うちはその筋トレすごいするので、筋トレグッズがすごい届いたりとか、めっちゃ重い荷物が届いたりすると、これはどこに置くのかなみたいな、これ持ってなかったっけみたいになりますよね。テスラのモデル3乗ってるんすか。そうなんです。お、なんでまた。なんか旦那さんが車が燃えたんですよ。旦那さんの車がここのところからちょっとじゃあ詳しく聞いてもいいですかチャレンジャーっていうアメ車に乗ってて、ガソリンスタンドに行ってガソリン入れてもらってエンジンかけてたら、トランクから煙と火が出て燃えちゃったって言って、廃車にしなきゃいけないってなったんですよ。それワンチャン死ぬじゃないですか。そうだからガソリンスタンドで怖かったけど、ガソリンスタンドだからこそ消火器とかあったりとかして、まあ、あって確かに逆に迷惑はかけちゃったけどよかったねって言って、信号待ちとかでなったりとか家でなったら怖いじゃないですか。高速道路とかで乗って走っててそうそうそうびっくりして壁に激突みたいな可能性もあるわけで。そうなんですよ。それでまあ車屋さんに出したんですけど、直すのもすごい大変だから買い替えた方がいいって言われて車を探してて、その頃テスラモデル3が発売になったばっかりだったのかな。試乗行ってみようって言って乗ってみたら、私が意外に気に入っちゃって、私がこれに乗るのかなって。どんなとこが1000円のスパチャを払ってミキティって書いてる人がいますけどありがとうございます旦那さんのあの芸はどうなんですか、うん、なんかさすがにちょっと恥ずかしいとかならないですか、うん、いや全然恥ずかしいってならないですよ。だってミキティっていう名前をつけたのは私ですし、はい、あれはなんかもう今まで言えなかった名前を叫ぶっていう渾身のミキティですから、はい。でもなんか見てる側の人たちみんなあれ見るために苦笑いじゃないですか確かに喜んでくれてますよ。別にそんな大爆笑をするような面白い話でもないけど、いやいや、なんかただでも1000円払ってミキティって言いたいんですから。そうですね学校の人たちって、まあ、普通に一般市民ですよね。そうですそうです。そうするとなんかその入学式とかで、うん、うわミキティやみたいな、なんかちょっと遠巻きから見られるみたいにならないですか。いやまあ若干あミキティだみたいな雰囲気はありますけど、でもなんかやっぱり都心だとちょっと慣れてるみたいなところもあるのかなって感じです。うんうんうん、なんか違う学年にも芸能人の方が子供通ってたりとかもあったりするので、じゃあ別になんか写真撮ってくださいとかサインしてくださいとかもなく。ないないです、全然ないです、そんなことは。うんうん、ね、でもなんか普通に街歩いてて気づかれるとそういうのあるじゃないですか。あ、そうですね、握手してくださいとかはありますね。じゃあ学校とかではそういうのしないみたいな文化圏なのね。そうですね、言われたことないですね。そのなんか保護者会行って握手してくださいとかはないかも。あ、そういうもんなんですね。うんうん、民度が高い。
昔はそれこそいろいろスカート履いちゃダメとか、いろんな、やっぱり盗撮があったりとか、あと水着も着ちゃダメだし、とかいろいろあったんですけど。プールとか海とかプライベートで行かないです、行かないです。プライベートで、国内でプールとか海とかは行っちゃいけませんって言って、水着もダメですって言って、スカートもダメだったし、スキーとかもダメだったし、現役時代は。スキーはなんで別になんか水着と違って別に体の線が出るわけでもないじゃないですか。スキーはなんか歌ったり踊ったりするのに、怪我したらできなくなっちゃうじゃないですか。迷惑かけちゃうからダメだったし、車の運転も現役時代はダメでしたよ。あ、それ事故るかな？事故ったりとかしたら困るから、タクシーなりそのプロの人にちゃんと運転してもらって乗りましょうみたいな、乗るときはみたいな感じですかね。厳しいですね、やっぱりアイドル。厳しかったです当時は。今はそこまでじゃないみたいですけどね。見た目褒められるのって嬉しいもんなんですか？そりゃけなされるよりは嬉しいですよね。ブスですね、でもいい人ですねって言われるより、可愛いですね、そしていい人ですよねの方がいいじゃないですか。生まれつき見た目がいい人ってそういう思考パターンなんだ。ちょっと待って、どういうこと？僕凡人じゃないですか。凡人がかっこいいって言われてる時点で、うん、あ、こいつ気を使ってるなとか、かっこいいって言ったら喜ぶと思われてるな、俺バカだと思われてるなみたいな、見た目で売ってる人がかわいい、かっこいい言われて、うん、まあ、当然だと思うんですけど、うん、そうじゃない人が言われるときは、うん、絶対何らかしらの裏があるじゃん。ひねくれてる、ひねくれてる。藤本さんは見た目が綺麗だから、本当に素直に綺麗可愛いって言われても何も問題なく人生を歩んでるんですよ。そうじゃない人はそうじゃないっていうのを多分お互いに知らないんですよ。そんなこと考えたこともなかったです。仮に自分がめっちゃブサイクだったとして、自分もブサイクだって分かってる、超可愛いって寄ってくる人がいたら、こいつおかしくないってなりません？そうなったらもう聞きますよね、どの辺がですかみたいな。攻める、そんないじってきたら。詰めるっていうの普通やんないですよね。ソロからモームツに入ったのって事務所が決めたんですか、うん、また本当はソロが良かったとか思ってましたか？そうですよ、事務所が決めてつんくさんから言われて、当時はなんで今入るんだろうと思いましたけど、結果そこがあったから今の自分がいるのかなと思えば、当時があったおかげで今があると思えばっていうのは嫌だったけど、本来だったからまあ許そうかなぐらいな感じですよね。そうそう、今が幸せだからその時どう思ったにしても、まあその自分をたどんなければ今の自分がないのかなと思ったら、当時はそりゃ反抗期になりましたけど、まあまあ良かったかなと思いますよね。ソロ歌手はなりたかったんだったら別にいつでもなれるじゃないですか。でもそのソロ歌手ってやっぱり誰かに曲を書いてもらったりとか、 CD を発売するとかってなると、事務所がね押してくれないとできないので、事務所の方針がそっちじゃなければそっちにはいけないんじゃないかなってちょっと思いますよね。でもなんか藤本さん的な強さがあるんだったら、ソロ歌手やらせねえんだったらやめてやろうみたいなことを言いそうじゃないですか。確かにその卒業後ね、歌が下手な人の歌手になりたいって何なんですか？それはなんかもうアイドルとかじゃないですか、やっぱり。一応元アイドルですよ。アイドルって別に歌が上手くなきゃなれないわけでもないので、うん、可愛い服着たいとかもそうだろうし、チヤホヤされたいももちろんあるだろうし、能力があってこの能力を使いたいで認められたいは分かるんですけど、うん、能力がないのにそれやりたい、認めたい、やりたいって、後々やっぱあいつ歌上手くねえよなとか、うん、あんま可愛くねえよなとか、うん、絶対髪の毛かぶるじゃないですか。真実に言うてもあいつ不細工だよねとか、言うてもあいつ歌下手だよね。ひどいよ。いや、でも知名度が上がれば上がるほどその反応が多くなるわけじゃない、うんうん、まあそうですよね。歌えもしねえし、うん、踊れもしねえし、可愛くもねえのに舞台で金取ってどういう気持ちなのとかって言われたら、本人やっぱ反論もできないじゃないですか。本当にそういうネット記事とか、ひろゆきさんがやった2チャンネルとかでね、心を痛める少女たちも中にはたくさんいましたよ。私は別にそういうの見てても全然心を痛めるタイプではなかったので見てましたけど、歌手って30、40でも全然成立するじゃないですか。でもアイドルってやっぱ30手前でもさすがに売り上げ的にも厳しいよねっていう、すごく現実的なところが出てくるじゃないですか。そうすると稼げる期間も短くて、メンタルもどんどん削られるじゃないですか。若くて綺麗な稼げる時期を低い給料で我慢し、卒業する頃には何にも残ってなくてお金も残ってないっていう、大丈夫かっていう、はいはい、活動中に何かこう自分のキャラクターだったり得意なことをもう見つけていくしかないですよね。喋るのが得意だなとか、料理するの得意だなとか、もう見つけていくしかない。ママタレになれた人は結構わかるんですけど、ママタレになれなかった元アイドルって、うん、名前も聞かなくなるじゃないですか。もうなんかパチンコ屋巡りみたいな。それでもね、パチンコ屋巡りでも仕事があるから生活って意味ではできてると思うので、そこは多分本人納得なのかな。どうなんだろう。なんかね、二物も三物も与えられた藤本さんは上から目線で見てらっしゃる。そんなことないですよ。
先月のハロプロ25周年のコンサートのオファーありましたか？生で見たかったです。オファーというかあるっていうのは言われたんですけど、お仕事入ってて出れなかったりとかはありますね。コンサートとかテレビで見た方が絶対見やすいよねって思ってる派なんですけど、 DVD とか言うとめっちゃアップで見れるし、周りの音も聞きやすいし、全然こっちの方が良くねって気がするんですけど。でもなんかアイドルのコンサート基本モニターが後ろにあって歌ってる人の顔とかが映ったりとかするので、うん、席がちょっと比較的遠くても画面で顔は見れたりもするし、あとはやっぱりライブはこのお客さんの一体感を楽しむっていうところもあるのかなと思いますよね。掛け声をしたりとか、家で掛け声とかできないじゃないですか、あんまり。お客さんもライブする気持ちで来てるんじゃないのかなってちょっと思いますね。生で見たかったですっていうのは、なんか生で見た方がいいっていうのあったりするんですか？やっぱり生で可愛さを見たかったんじゃないですかね、藤本さんの。うん、やっぱ生で見る方が可愛いんですか？そうですね。それはそれは。何を言ってんですか？何よりです。藤本さんはデビュー前、社長室で OL 業をやってたそうですが、来客にお茶組みをしてたんですか？はい、社長室というか、会長室で、16歳で東京出てきたので、社会っていうものを全く知らないから、社会勉強で。高校行く前出てきたんですか？高校1年生終わって、2年生の年から東京に来てるんですよ。それでまあ何も知らないし、デビューの日も別にこの日って決まってて行ってるわけじゃないので、とりあえずじゃあ会長室で、秘書の人とか会社のお手伝いをしようっていうので、本当に9時に出社して、5時に帰るっていう生活を1年ぐらいしましたかね。学校を休んでまで東京に行ってやったことが、お茶組みってちょっとおかしくないですか？でもそのデビューをするっていう目的がもうあるので、お父さんお母さんが電話してきて、今何してんの、お茶組みって言ったら、いやいや大丈夫かってならないですか？全くそんなこと何にも考えてなかったかも。デビューまでの1年間ってそのレッスンとかやってたんですか？そうです、ダンスレッスンとかボイトレとかもありつつ、会長室の電話かかってきたら電話取って、メンバーの出てる雑誌とか切り抜いたりとか、本当にお手伝いしてました。完全な想像なんですけど、夫婦喧嘩の時は庄司さんが先に謝るんだろうなって気がしました、うん。確かにね、家出して、家出するんですけど、うちは家出して帰ってきて話し合って、あ、でもお互い2人で悪かった方も悪くないと思ってる方もごめんねってお互い言えますね。どう考えても自分悪くない人って時でも謝るんですか？その内容によりますけど、不倫みたいなことになったらされた方は謝る必要ないじゃないですか、絶対。でもなんか普通の夫婦の言い方が嫌だとか聞いてないみたいなことじゃないですか、大体喧嘩ってってなると、まあなんかなんとなく2人とも謝りますね。家出しちゃうぐらい詰めるんだっていうのが、なんかちょっと理解できた気がするんですけど。違う違う、これは庄司さん側の話を聞いたことがないのでわかんないですけど、庄司さん曰く、はい、熱い気持ちでずっと言い合ってても、言いたくないことをお互い言ったりとかするよりも一回冷静になろうっていう家出みたいですよ。そうだと思います、きっとそうなんでしょう、はい、嘘つけみたいなテンションで。今のモーニング娘。が紅白歌合戦に出れないのは実力がないからですか、うんうん、それとも A とか B とか K の人たちの圧力があるからでしょうか、どう思われますか？どうなんだろうね。なんか今ね、モーニング娘。ってファンクラブの、ね、会員数で言うと私がいた時よりも全然増えてたりするみたいなのも聞きますし、紅白にもちろん出れれば出たいだろうけど、紅白が全てと思ってでもないのかなっていう雰囲気もちょっとありますよね。なんでアイドルグループって最近紅白そんなに好きじゃないですか、うん、なんかももクロとかももう紅白出ねえよみたいなことを言ったじゃないですか。そのモーニング娘。に関して言えば、もちろん紅白にお呼びがかかればありがとうございますって喜んで出るとは思いますけど、なんで紅白に対する重み付けが女性グループは変わってきたのかなっていうのは。なんかでもやっぱり紅白って限られた人数しか出られないっていうところで、そこに一喜一憂するというよりも自分たちの活動場所も増えたんじゃないですかね。配信もあったりとか、ハロプロでいうと1月2日からコンサートやってたりとかするので、うんうん、芸能人を生で見ると異次元なのですが、中でも福山雅治さんが抜けておりました。お会いしたことありますか？あります。歌番組でご一緒したこともあると思いますけど、もうめちゃめちゃかっこいいです。大体誰でもかっこいいじゃないですか、芸能人の人って。まあそうですね。そういう意味でいくと何か違いはあったんですか？うん、なんだろう、でも私あんまりかっこいいとか可愛いとかって言われてる人を、かっこいいとかってあんまり思ったことがないっていうか、アートとして美しいみたいなのはありますけど、異性でもなんかあっキュンとかっていうのは、キャー好きみたいな、浮かれちゃうみたいなことはあんまりないですね、正直。あんまりないけど、福山さんに関しては浮かれちゃう、うんうん、福山さんはもう美しいです。身長も高いし、顔も小さいし、もちろん顔の中の配置も完璧ですし、顔ちっちゃい人なんですね。そうですね。だから、あ、福山だって思う感じですよ。それで歌も上手い、ユーモアのセンスもあるって、すごい優秀ですね。本当にずるいと
ですよ。モテモテだろうよって思います、それは。やっぱいろいろ持ってらっしゃる人は人生幸せですね、うん、それは。納税が個人じゃなくて世帯ごとなんですよ、うん、一枚の紙で世帯ごとで来るってことですか。まとまった方が税金安くなるからっていうのもあって、分けるっていう手もあるんですけど、分けると税金倍ぐらいになるんで、世帯課税なんで、年収1000万の旦那さんと専業主婦の奥さん、世帯収入1000万円ってなるんですけど、2人なので500万に対して課税されるんですよね。1人当たり500万。本当にガサッと全額を半分に割るっていう感じなんですね。そうです。で、子供がいると 0.5 なので、2人いたりすると、父親、母親、子供 0.5、2人で3なので、1000万円の収入で333万円に対する税金になるので、ほぼタダになるんですよ、税金。すごい。なので、金持ちほど結婚して、子供増えた方が税金安くなるよねっていう仕組みなんですよ。その代わり、税金の紙は家に来るし、夫婦どっちも見れるようになるので、旦那いくら稼いでんだなとか、奥さんいくら稼いでんだなっていうのがバレバレっていうことですけど、多分、口座がいくらかも分かるんじゃないかな。うん、銀行の口座ごとに利子でいくらもらったから、何円の税金ですって書いてあるから、はい、それ計算すれば、口座にこいついくら入ってるなってお互いに分かっちゃう。計算しないで、街歩いてて、はい、それってあなたの感想ですよねって言ってくださいとか言われないですか。で、小学生に言われることあるんですけど、そうですよね、うちの子も言ってますもん。先週、普通に銀座線とか乗ってたんですけど、別に誰にも気づかれず、うんうん、あ、そうなんだ。声出せば多分あれってなるかもしれないですけど、喋ったら確かに癖強いからすぐ分かっちゃうかも、はい、癖強いかどうか分かるんですけど、はい、凡人として社会の民衆に馴染んじゃうんですよね。馴染めるんですね、ひろゆきさんも。なんか東京電車乗ってて声かけられることもほとんどないですね。東京だと私でも全然声かけてくれる時と二度見ぐらいで終わる時ともありますね。でもやっぱ二度見はされるんですね、あれあれみたいな。はい、化粧変えると結構女の人って分かんなかったりするじゃないですか。でも私もバレたくないっていう感情もあんまりもうないので、普通にこのまま何もしないで歩いてることが多いですね。バレたらバレたで、あ、そうっすそうっすみたいな。あ、そうですね、ミキティですかって言われたらそうですっつって、確認だけしたい人多いですよね。確かにね。ひろゆきさんですかって、はいって言って、ああ、そうですかって言われて、確認なんなんって。当時にもっと関しては嫁の名前を叫ぶなんて恥ずかしいこと普通できない。恥ずかしくないですよ。どんどん叫んでほしいですよね、ひろゆきさんにもね。いやいやいや。お子さんもなんかそれ見て どういう感じなんですか。あ、子供も全然ふざけてミキティって言ったりしますよ。じゃあもうお父さんが叫んでるように子供も。そう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 。叫んでます。さすがにこう外とかで叫んでると周りがえって見て本物いるみたいになるわけですよね。いや外では叫ばないですよ、庄司さんだって。そう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 。パリの空港で今回戻った時に写真撮ってもらっていいですかって言われたんですけど。撮るんですか。あ、僕全然 OK なんですけど。あ、え、なんか断りそうじゃん、ひろゆきさん。いや別になんかすぐ終わるからどうでもいいから受ける側なんですけど。あ、優しい。先ほどの税関を通ってるところだったので、はいはい、撮影禁止なんですよ多分って言ったんですよ、はいはい、だからはい分かりましたって見なくなっちゃったんですけど、税関を通った後で声かけてくれれば僕的には OK だったんですけど、どうやらそれを NG だと受け取ったらしく、ひろゆきさんだったらこのまま攻めてきそうだって思ったんじゃないですか。基本的にはなんか写真は僕そんな断ってないですよ。前も羽田空港でトイレの中で言われて、うん、いやトイレから撮影するのはさすがに他の人も嫌がるからやめた方がいいですよって言って断ったことがあるんですよ、うん、でトイレ出た後にいたら別に写真撮ってもいいと思って断ったんですよ。で出たらいなかった、あ、いないんだよ。トイレの中はね、男性は特にね立ってするところもありますからね。なんか人はその過剰な気を使う、うんっていう行為をするのだなと思って、なんかテレビとかで見てて、うん、あ、この子絶対売れるわみたいな子の子っていたりしないですか。いや私全然そんなの考えて見てないかもしれない。うん、逆にモーニング娘。の全員の名前が言えないぐらいかも。今何人なんだろうみたいな感じだけど、でもこうやってテレビ見ててモーニング娘。がテレビに出てたらそれは見ますかね、やっぱり。あ、今こんな感じなんだみたいなぐらいは見ます。いや、その振り付け興味はあるけど、ただそれが今何人いて、うん、自分で能動的に調べるほどの興味はない。そうですね、なんか会った時に一人ずつ知っていけばいいかなっていう。で、まあ、どうせ誰がいなくなるかもわからんしみたいな。そうですね、順番にも本当出たり入ったり激しいので。はい、はい、日本の場合って男性が働いて、まあ、女性が働いてもいいんですけど、配偶者側の場合って看護かなんかに入れるじゃないですか。要は働いてると同じように年金が入るっていう。ああ、はい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 。なので30年ぐらい一緒に結婚してました。子育てをして主婦です。で、離婚しても女性年金もらえるじゃないですか。はいはい。フランスゼロですか。そうなんだ。年金を積み立てたんだったら自分の名義でちゃんと積み立ててね。ええー。
働いてその時払ったものが返ってくるっていう制度なので、うん、働いてないやつがもらう方がおかしいでしょっていうのは確かにそうなんですけど、違う意味では平等な気もしますけどって感じですね。だからその働いてたらもらえる、働いてないやつはもらえないっていう平等さなんで、その平等はどうなんっていう、辛いですねその平等は。日本は子育てをしてますっていうのだけでも生活は可能な構造になってるじゃないですか。ちなみに芸能人の人って年金ってどうなの？年金はそれぞれで個人で払ってますよ。じゃあ国民年金とかになるんですか？国民年金か自分で会社にしてたら、あ、会社の厚生年金みたいなに変わってますね。ゆうきさんって何が好きなんですか？食べ物。食べ物に執着ないんですよね。今日これ食べたいなとかもないんですか？一切ないですね。毎日同じものでもいいですか？あ、全然大丈夫です。一応結婚だってひろゆきさんだってしてる中で、僕何でもいいですってなんかちょっと作りがいがないっていうか、別に全てに美味しい美味しい言ってくれなくても、これ好きだよなあの人とかなんかないと、メニュー決めも大変っていうか。うちの彼女が作りたいものをいつも勝手に作ってるから、うん、それでいいんじゃないかなっていう、美味しいとかは言うんですか？一応あんまり言わない。いや、なんか自分が求めたものじゃないにしても美味しいって言ってほしいですよ、そりゃ。僕その味について語り出すと多分もう揉めるんですよ、うん、うるさいタイプですか本当は？うるさくしようと思えばできるんですよ。火のこれ入れ具合が良くないよねとか、あの要は煮込む時にこのサイズで切ったら柔らかくなるよね、だからもうちょっと大きくなるよねとか言おうと思えば言えちゃうんですよ。やだ。確かにね、ひろゆきさんがいろいろ言い出すともう止まんなさそうだもんね。はい、ごまっとうの裏話ありますか？ごまっとうの裏話、ほらごっちんってなんか生意気そう、金髪で入ってヤンキーだみたいな言われてましたけど、後輩の私が言うのもあれですけど、全然生意気みたいなこと全くなくって、私が知らないところであややとごっちんはバチバチしてたっていうのを私は結構最近聞いてショックでしたね。そういうのってわかんないもんなんですか？そのなんか裏で揉めてるみたいな。全然わかんなかった。揉めてるって感じではなくって、二人の時に私実は言うと嫌いなんだよねみたいなのを二人で話し合ってたらしくって、私がいない時に、で私も嫌いみたいなのを二人でやってたっていうのをそうで、なんか分かり合っていろんなこと話せるようになってすごい仲良くなったっていうのを最近ここ 1,2 年で聞いたかなって感じで、ちょっとショックでした。一緒にいて見てても分かんないもんなんですか？全然分かんない。ごっちんってもともとそんな口数が多いタイプじゃないので、また私とあやちゃんがすごい仲良しだったんで、ソロ同士だったので喋りづらいのかな、入りづらいのかなとは思ってましたけど、嫌いとかまであるんだと思って。旦那の名前を叫んでくださいっていうのが来てましたけど、庄司気分だ、偉いな。叫びますよそれ言ってもらったら。あ、やっぱミキティは一応あの名前の方ですけど、庄司の名字の方でいいんですね、うん、そうですね、庄司ですね。庄司さんって本名で庄司さんなんですか？そうです、本名で庄司智春ですよ。芸能人って本名でやると人生大変じゃないですか、うん、確かにね、病院で呼ばれたりとかしてもあって思われたりするかな。そういうの分かってたら芸名つけた方がいいよとかって教えてくれるもんでもないんですか？確かにね。でもなんかモーニング娘。に関して言うとオーディションがあって、その時はもちろん本名じゃないですか。そういうこと。でもオーディションの段階で別に芸名で言っても分かんないじゃないですか。でもなんか芸名でオーディション受けに来る少女あんまり嫌じゃないですか、事務所側としていや、藤本美貴ですって言って、それが本名か芸名かって分かんないから、うんうん、そうなんすかでいいじゃないですか。でもなんか私が事務所の人だったらちょっと嫌ですけどね、まだ入ってもいないのに、この人すごい芸名決めて、ぐいぐい来んなみたいな。メンタルの強さはどうやったら手に入れられるんですかみたいな質問をよく見かけるんですけど、生まれつきなんじゃねえかっていうのが僕の最近の仮説なんですけど。確かにでも私学生の時も結構メンタル強かったかもしれないです。ですよね。そう考えると本当に生まれつきかもしれないなって思うかな。いつからですかとか聞かれること多いですけど、あんまりいつからかすら考えたことがないっていうか。昔メンタル弱かったんですけど、こうやって克服して強くなったんすよって言ってる人ほど未だに傷ついてるみたいな、うん、お前全然治ってねえよみたいな確かにね、元気でいたいっていうね。確かにそれはあるかも。本当に強い人って最初からノーダメージじゃないですか、はいはい、だからこうやると回避できるんだよとかって言ってるじゃないですか。もう違うっていう。そう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 、もう気にしないだけですかね。生まれつきだとすると本当に救いがないから、うん、どうなのかなっていう逆になんでそんなに気になっちゃうんだろうって気になっちゃうぐらいですよね、皆さんが。その見たこともない人にね、いろいろ言われて落ち込むってね。このアイドル可愛いよねっていう話は一切してこないっていうのありますかね
女性芸能人だったり、まあ、アイドルだったりをこの子最近可愛いよねみたいな話は一切しないですね。それはなんかしたら場が凍りつくみたいなのがあるんですか？だからもう勝手なすごいスーパー配慮ですよね。宣伝カーが走ってて AKB ので、 AKB の子で誰が一番可愛いと思うって何にも考えないで正解も不正解もなく普通に聞いた時にすっごい悩んで、すっごい誰が正解なんだろうって考えたって言ってました。気使う。そう、なんかこっち言ったらこういう人が好きなのかなって思われるのかなとか、もうすっごい考えたって。そんな頭使うんだ。そうそうそう、ドラマとか映画とか夫婦で一緒見てて、うん、あ、この人かっこいいとかこの人かわいいとかって普通に言いません？言わない。言うんですか、ひろゆきさん？うちの彼女はサッカーの試合見てると誰がイケメンかしか言わないですよ。どうするんですか？いや別に、ああそうだねイケメンだねって言って本当は心の中ですごい嫉妬したりするんですか？いや全然、芸能人の人って分かっててもやらかす人いるじゃないですか。特に男性で不倫する人多いんですけど、まあなんでなんですかね、全然わかんないです。芸人は不倫しても許されるからじゃないですか。昔はね、なんか結構芸人は浮気とか女してこっちにみたいな、なんかよく聞きますけど、そんな時代では今ないのかなってちょっと思いますよね。ちなみにでも旦那さんも浮き名を馳せようと思ったら馳せられるわけじゃないですか、見た目もいいし。いやでも全然モテないって言ってましたよ。なんか結婚したらすごいモテるって聞いたけど、やっぱり嫁の名前をあんだけ叫んでるから全然モテないって。キャバクラみたいなお姉ちゃんがいる飲み屋連れてかれても、本当仲いいですよねみたいな感じで話しかけられて、男としてモテるっていう感じじゃもう全然ないって言ってました。名前叫び続けてる人だったらこれは責める隙ないなって思いますもんね。そうですよね、なかなかそこをわざわざ行くっていうのもハート強いですよね。そういう意味では、うん、いい防御策を教えましたね。違う、私じゃないですよ、旦那さんに叫んだんですよ。はいはい、叫んどけって言ったわけじゃないですね。お互いの印象それぞれ教えてくださいっていうのがありますけど、どうですかひろゆきさん？私よく喋る人だな。ひろゆきさんもじゃないですか。他の一般の人よりリモート慣れしてるのと、あと間を埋める言葉を出すのが早い、うん、なんかやっぱトーク力強いっていうのが割とコメントでちょこちょこあるんですけど、やっぱそこは上手いんだなっていうのは思います、ね、ちょっと分析されると恥ずかしいじゃないですか。自分が可愛いを他に来ても許されるっていうのを分かってネタにするぐらいの強さが面白い、うんすごい。それやったら嫌われるじゃないですか。それをやっても、それで嫌いになるような人って別に最初から私のこと嫌いでしょみたいなぐらいの。そう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 。そうなんです。割り切りが面白いなと思って。で、私はね、ひろゆきさんはね、めんどくさいなっていう一面もあるじゃないですか。いろいろ言ったらもう100返してくるみたいな。でも私はひろゆきさんは、うちの息子みたいな小学校6年生ぐらいのところを持ってるので、すごい可愛らしい人だなって、前回2019年にお会いした時から思ってましたよ。そうそうそう。じゃあ、息子さんはかなりめんどくさい大人になると思いますよ将来。あーどうしよう。一日交代で夕食作る方が出れるので。作るんですかひろゆきさんも順番で？まあはい。料理動画上げたらいいじゃないですか、ひろゆきのクッキングタイム。別にただ野菜切って煮込むとかパスタとかそうなんですよ。やるんだ。全くなんかイメージがないですよね。外食が嫌いなんですよね。外食に行ってお金払って家帰ってくる時間を考えると、もう家で適当に作った方が早いじゃないですか、うん、それはわかります。でも私はたまに人の作ったご飯が食べたいので、旦那さんもたまに作ってはくれるけど、外食も好きだから外食したいんだけど、子供が小学生に上がっちゃうと平日外食っていうことはもうなかなか難しいので、うん、人が作ったものを食べたいっていう感情があるんですね。主婦の人って基本毎日作って自分の味ばっかりずっと食べてるじゃないですか。なんか飽きてくるんですよ。自分の味付けって大体同じようなものになってくるじゃないですか。ああ知ってるこの味みたいな。もうなんだ、外食じゃなくてもいいから、隣の人のご飯でもいいから人の作ったの食べたいって思う。日川の某焼肉屋さん今月で閉店されるとのことで先週行ってまいりました。何か思いありますか？おーすごい。私のお母さんの実家が焼肉屋さんだったんですけど、お母さんのお兄ちゃんがずっとやってたんですけど、ご高齢ということで閉店になるので。地元だと有名なお店なんですか？滝川市自体がそんな広くないので、うん、あそこの焼肉屋さんの娘って言えば分かるぐらいな。滝川市に行くとあの焼肉屋の娘なんですね。そう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 。こっち側の人だとミキティのあの焼肉屋って逆転現象なんですよ。そうです。だから私はもう本当に思い出めちゃめちゃあります。もう土日はおじいちゃんおばあちゃんが2階に住んでたので、おじいちゃんおばあちゃんのところに泊まったりとか、基本的に家と焼肉屋さんとの行ったり来たりだったので。焼肉はじゃあ結構うるさかったりするんですか？うん、そんなことないですよ。もう美味しいやつは美味しいです。高い焼肉屋さんでいい肉出して美味しいのは当たり前だろうとは思うので、タレが美味しいのが焼肉屋さんの美味しさなのかなってちょっと思います。
思ったりもしますね。石川って言われても北海道って普通知らないですよね。あのね、札幌の人も知らない人知らないと思う。どこら辺なんですか、北海道の石川市。真ん中です、真ん中ら辺です。もう本当に富良野とかが近いです。どいなかってことですか。そうです、そうです。もう本当にマックとかなかったですもん。最寄りの空港で行くと旭川の方が距離的には近いですけど、じゃあ本当に北の方の何にもないあの空腹のエリアですか。そうです、海は遠いっていうところです。なんでまたそんなところに住んでたんですか。知らないですよ気がついたら住んでましたよ。だから親族的にこういう理由でいたよみたいな。いや全くわかんないですね。うちの先祖もあの北海道足寄なんで、それ本殿兵で足寄に行ってっていうのが分かってるので、そういう理由であんなところに行ってわかるんですけど、北海道広いのになんで滝川だったんだろう、全然わかんないです。そういうの興味なかったですね。なぜこんなところに住んでんのみたいな、どうせ出てったらいいやみたいな、子供の頃からあんまり過去に興味がないタイプですね藤本さん、旦那さんが好きなものとかを結構ちゃんと作るんですか。作ります、作ります。旦那さんもそうだし、子供もそれぞれ好き嫌いもあったりするので、例えばナスの煮浸しみたいなのがあったとしたら、子供ってそんなに好きなわけじゃないので、子供が食べられるようなものも作ったりとか、いろいろバランス考えますよね。家庭によっては旦那が好きなものなんて作らなくて、子供の味覚に全部合わせるっていう家庭もあるじゃないですか。確かに。でもカレーとかで言うと中辛と甘口みたいなのは全然分けないです。でもうち旦那さんも文句は言ったことないです、一回も。出てくるだけありがたいと思ってるって言って、子供はやっぱりこっちじゃなくてあっちが良かったとか言うので、子供にも黙って出てきただけでありがたいと思えって言ってくれます。そうそうって横で思いながらだいぶその厳しいところからお生まれになった感じなんですか、庄司さんって。でもそうじゃないですか、一人暮らしとかしたらご飯が黙って出てくるってなんて素敵なんだろうってやっぱ思うじゃないですか。でも子供ってもちろんね、そんなの分かんないから、一応お伝えするっていう感じですかね。庄司って結構珍しい苗字じゃないですか、うん、それ珍しい苗字になるのってどうなんですか。僕すごい平凡な苗字なんで。でも私庄司が身近にいたからあんまり珍しいと思って、うん、確かにテレビとかでよく見る名前だから見慣れてはいるけど、でも結構レア名字ではあるじゃないですか。確かに世の中見渡すと庄司って少ないですよね。そういう意味でなんかそのレア名字って、うんうん、になるのでどうなのかなっていう。いや全然なんとも思ったことないから、もうレアだともうあんまり思って生活してないですね、うん、西村博之って僕知る限り4人ぐらいいるんですよね。漢字も全く同じで、違う漢字になるともっと多いんですよ。だから僕が何かやらかしてもワンチャン他の人がやらかしたと思ってもらえる。でも違う人がやらかしてもひろゆきさんだと思われるかもしれない。なんかまあ分散するんですよね、うん、だからそういう意味で言うと割と楽なんですけどどこで楽になってるんですか。当時にもう一人しかいないじゃないですか。だからなんかやらかして新聞だったらもう 100% アウトじゃないですか。いや、やらかさない想定で生きてますよ。お子さんがモーニング娘。とかで入ってほしいと思いますか。思わないですね。できれば芸能じゃなくていいんじゃないかなって思いますけどね。2人ともまあね、こうやってテレビ出たりして、まあ、皆さんに知ってもらうてる方ではあると思うんですけど、うん、芸能界で言うとテレビなかなか出たくても出られないっていう人の方が多かったりするから、目指したとしても慣れなかった時に、うん、その後きついよみたいな。そう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 、私は慣れたけどみたいな。そうそうそう教えてあげられるものでもないし、こうすればいいんだよとかっていうことでもないじゃないですか。歌が上手くてダンスが上手くても別にみんながみんな芸能人として成功できるわけじゃないですからね。そうそう。でなんか親子とはいえ、じゃあ私がこの席譲るからここ座りなって言ったところで座れる世界でもないじゃないですか。親の七光みたいな言いますけど、七光できるほど親はそんな光ってないですから、だからもう本当に固定給のところに行ってくれればいいなと思いますけどね。親がその自分の芸能的な価値を高めるために子供をバンバン出しちゃうって人もいるじゃないですか。あうんうんうん。それはじゃあもうやんない感じなんですか。何で出しちゃうってことですか。あ、まあ、そのメディアとかにお子さんを出しちゃうって、まあ、それで出しろは増えるじゃないですか、上位母親がタレントは。あそうか、あんまり考えてないですね。その自分の YouTube で Vlog 的なので顔隠してとかは思い出として出したりとか、インスタとかで顔隠したりとかはしてますけど、子供を出して一緒にテレビ出ようっていうのはあんまりないかもしれないですね。でもある程度可愛かったらこれはいけるっしょみたいなのも分かんないですか。いやないですよ、そんな。なんかある程度可愛い人なんてね、芸能界めちゃめちゃいるじゃないですか。だからでも月替わりの焼肉屋から東京行っていけるっしょって思った人もいるらしいですよそう、滝川ですごい有名に可愛かったんですよね可愛かったんです。
ですよ。そうなんですよ。いけるだろうと、歌も上手いし。そうそうそう、もう行くしかないと思ったんですよ。最終学年、中卒だったじゃん。私、中卒です。もうよかった、その芸能うまくいって。本当ですよね。だから中卒でじゃあ卒業しましたって言って、うん、あとはもう一般企業で働いてくださいみたいなで、うん、30歳ぐらいでリリースされたらどうするんですか。いやもう気合でどうにか生きていくしかないですよね。うん、それ考えるとその藤本さんのご両親はよく東京行ってこいってなりましたよね。うん、そうですね。なんかうちの親はなんか別にもう本当に親としてなんかこう夢を叶えてあげられるっていうわけじゃないから自分の本当やりたいことやりなさいみたいな感じでしたね。うん、まあ、帰ってきて焼肉屋でも手伝えばいいよみたいな。まあ確かにね、帰っちゃえばねなんとか生活できたりはするかもしれない。量がある方がそこは安定してますね。そうですね。ちなみに庄司さんは料理するんですか。庄司さんはそれこそこのハローミキティチャンネルの夫婦で朝食食べたりとかする時があるんですけど、そういう時とかは全部庄司さんがおしゃれ料理を作ってくれます。おしゃれ料理なんですね。すごい頑張ってる。そう、家庭料理っていうよりもなんかわかんない、ちょっとエッグベネディクトみたいな、あ、すごいですね。とか海苔のパスタみたいな。そういうセンスのある方なんですね。そうですね、繊細ですね。私よりも旦那さんの方が料理とかこれやってみようみたいな。私はもうザ家庭料理っていう感じですかね。お笑い芸人さんで割となんか俺が俺がとかでその面白い優先という感じでもないんですね。あ、全然なんかちゃんと作ってくれます。結構真っ当なんですね。真っ当って何だと思ってんですか。いやほら、相方の品川さんって結構あの我が強い感じだったじゃないですか。はいはいはい。まあね、翔さんもね普段裸ですしね。はい、はい、だからそういうでなんか割とその尖った感じなのかなと思ったんですけど、家庭ではちゃんとしてますかね。スーパーに行った時に見たことがない食材を自分で買って食べたいになっちゃうんですよね。うんうん、だからひろゆきさんは多分ずっと小学校5年生のなんかうち6年生で外食行ってドリンクバーとかあるとコーラとかメロンソーダとかコップに混ぜる。わかるわかる。それですよね。はい、そうか、子供心なんだな。見たことがない果物とかって外食よりスーパーの方が多いじゃないですか。はいはいはい。大体買って食べちゃうんですよね。だから割とそのいろんな国のスーパーで売ってるものの果物を僕大体食べてるみたいな、はい、そういう感じなんですよ。いやー多分買わないだろうな。なんかもうどうやって食べんだろうって思って買えない気がする。私だったらどうやって食べるのか分からなくて食べてみても美味しくもなんともないみたいな果物って結構あるんです。ありますよね、甘いのか甘くないのか分かんないみたいなっていうのも含めて、あ、面白いなってなっちゃうんですけど。あー、そっか、ちょっとそれで今度買ったことないの買ってみてもいいかもしれないですね。藤本さんは西山子ちゃんどの板をよく見ますか。ネットの情報ってそんな見ます。ネットの情報も見ますけど、昔って本当に2チャンネルぐらいしかそういう悪口サイトはあんまりなかったじゃないですか。はいはいはい、まあ、今ツイッターとかいろいろありますから、ね、でもいろいろ今あるから番組とか出たりとか、まあ、番組始まったりとかあったりするんでエゴサする時もありますけど、名前で検索してみたりするので。でもミキティって書くのはファンじゃないですか。藤本ミキって本名も書かないじゃないですか、ね、はい。でなんかミキティって世の中にめっちゃ死ぬほどいるんですよ、一般の方も含め。だからミキティで検索すると私の内容にたどり着くまでにめちゃめちゃ時間かかるっていうか。普通の女の子であだ名がミキティってこういっぱいいますからね。そうなんですよ。だから藤本ミキで検索する方が私にたどり着けるかなって感じですか。一般的にはそのエゴサをしてそういうのを見ることでダメージを受けるみたいな話があるじゃないですか。私は平気ですね。あ、そういう人もいるんだなっていう感じですかね。誰の曲でも嬉しいので曲カバーしてください。カバーでいいのか。ちょっとそれは言ってみます。今まで気づいてなかったんですか。いやなんかカバーっていう感覚あんまりなかったですけどね。アドさんとか歌い手と呼ばれる人って基本カバーから入るじゃないですか、うん、まあ若い人って。昔はそのまあみんなカラオケとかで練習してデビューしてオリジナル曲なんですけど、だってそのカバーをやってるのを動画に上げて、あ、うまいねっていうので声かかるっていう時代なんで。あー、そうか、カバーが当たり前なんじゃないかなっていう。全然昔の感覚で私はいましたね。誰かに書いてもらって出すみたいな。好きな曲歌うとか全然ありなんじゃないですか。そうですよね、自分が好きだった曲とか。多分 YouTube とか上げればそれなりに再生されるんじゃないですか。ちょっとやりますわ。じゃあ芸能人系 YouTuber の人って歌の再生数結構回るんですよね、うんうん、動画企画
って、上げて1週間ぐらいで再生数止まるじゃないですか。うんうん、歌は結構再生され続けるんですよ。ゆうきさん歌ったらいいじゃないですか。僕は歌わないですけど。はい。日常の美容でこだわってることありますか？また美容師では何をしていますか？まあ日常で言うともう本当保湿をこだわってやる感じですかね。この間も美容家の人と日焼け止め塗ってないことですごい怒られたりとか、あんまりそんな美容女子ではないですね。じゃあ美容家はそんなに行かないんですか？ちょっとピーリングみたいなのやってもらったりとかするかも。でもなんか毎月行きますっていう感じでもないですね。あとクレンジングですかね。それなんかクレンジング剤とか保湿剤にこだわりはあるんですか？全然やってみて好きなタイプを選ぶって感じですけど、でもなんかやっぱりちゃんと落としたいからオイルとかバーム系とかでもう本当にしっかり落とす方が好きかなって感じですね。新しい商品が出たら試してみるとかします？試す時もあります。そんなに変わるんですか？保湿剤とかクレンジング剤って僕使わないから分かんないんですけど、クレンジングと保湿は結構分かりやすいかも。クレンジングはなんかこうさっぱり具合が違ったりとか、アイラインとか女の人やったりするのでちょっと落ちきってないなとかっていうので違ったりとかもするし、生理痛って僕一生わかんないと思うんですけど、こういう感じだよねっていう想像上の生理痛のモデルは僕の中で作ってるんですよ。腹部の痛みがしくしく痛んでとか、なんか重く感じてとかっていうのがいろいろ聞くじゃないですか。そのためにその自分の中の痛みモデルを作って、この辺が痛いんだなみたいな。ちょっとかわいい。忘れようと思ってもずっと残ってるんだな、1週間ぐらいはみたいな、その情報量だけ増えてって、その情報量に合う感じのモデルを僕の中に作り続けてるんですよ。何やってんですか？いや、なんかみんな言うから男女で分けたら半分の人がそれ言ってるわけじゃないですか。どんなものなのか知りたいじゃないですか。お化けいるよって言ったら絶対僕見に行くタイプなんで。出産の痛みとかもね。出産が特殊で痛みが全くないっていう人が結構いるんですよ。嘘でしょ？それは無痛分娩じゃなくて？いや、無痛じゃなくて本当に痛みなかったっていう人がちょこちょこいて。嘘だよ。そんな人はなかなか珍しいですよ。珍しいとは思うんですけど、すごい。だからその生理痛はある程度この範囲内だなのがあるんですけど、出産はちょっと範囲がね、未だに狭められないんですよね。一般の人と一緒に写真を撮るっていうのはアイドル辞めた後、結構新鮮な経験だったりするんですか？アイドル辞めて、それこそ子供を生まれて、子供の保育園だったり幼稚園だったり学校とかだったりで、いろんな一緒に遠足みたいなのとかで写真撮ったりもしますし、撮る機会は増えたかもしれないです。保護者と子供と一緒に写真撮ることあんまないか。いやでもね、意外にね、なんか集合写真とか親子遠足とかであったりしますよ。そういう写真出回ったりしないんですか？いや、出回らないですね。週刊誌とか載せたらすげえ売れそうじゃないですか。でも大体誰が売ったか分かるじゃないですか。あいつだなみたいな。でほら、その保護者と子供 2,30 人いたらお互いに誰か分かんないじゃないですか。こっそり売っちゃえば。あ、でもないですね。結構みんな本当真っ当なんですね。そうですね。多分でも5万円くらいで売れると思うんですけどね。売れないですよ。だってもう別にそれってコソコソしてる写真でも何でもないじゃないですか。まあまあ、だから売れないんだと思う。コソコソしてる方が売れるんだ。コソコソバレちゃいけないって言ってる写真は売れるんじゃないですか、やっぱり、はい。海外って産み方も無痛が多いんですか？フランスだと無痛が8割9割とかですね。無痛の方がやっぱり回復が早いとか。そうですね、早いし、ね、あとまあなんでわざわざ痛みを受けに行くのは頭悪いんじゃねっていう。日本だとね、計算部でも4日5日ぐらい入院しますからね。あとまあ無痛分娩高いですからね、日本だと。フランスだとタダなんで。私は3人とも自然で産んだんですけど、単純にどんなもんなんだろうっていう興味で1人目行きましたね。2人目3人目も、2人目って1人目より全然楽だよって言うから、どれくらい楽なんだろうと思って2人も自然で行って、3人目も和痛にしようかなと思ったんですよ。和痛って何ですか？和痛ってちょっと痛くなくするみたいな。無痛ほどではないけど、でも計算部さんだったら無痛にするほどでもないから和痛でいいんじゃないですかって和痛にしようかなと思ったら、私のお母さんが4人産んでて最後なんだから味わっときなさいって言われて、4人目ってあんまり考えてなかったんで、そっか最後かと思って3人目も自然で。3人までっていうのはなんで決めたんですか？3人までっていうのを特に決めてなかったんですけど、まあ1人目が男の子で2人目が女の子だったんで、男女ね、ありがたいことに揃ったから、あ、まあこれでもいいか、もう大変だしと思ったんですけど、漠然と3人もいいなってどっかに思ってて、3人目絶対作らないっていうよりもできたらできたでいいのかなってなってて3人目まで行ったんですけど、まあ、4人目ってなると本当に働けなくなったりとか、3人でもこんな大変な
のに大変だなっていうので4人目ちょっと難しいなと思いますね。でも2人が3人になるときって労力それなりに増えるんですけども、3人が4人ってもう大して変わんなくないですか、うん、でもその0歳から1歳までの抱っこしなきゃいけないとかって自分のお母さんにお願いするにしても自分のお母さんもその分年取ってたりするじゃないですか。自分も大変だけどそれを見てくれる親だったりも大変だなっていう。長男が手伝えるような年齢になってません？手伝わないですよ。自分のことで忙しいですから。そうなんですか、うん、超ときめき宣伝部を知っていますか？全員可愛くて歌唱力も抜群です。アイドルグループですか？私もわかんないです。アイドルグループ詳しくないんですか？全然詳しくないです。業界にいたじゃないですか。でもアイドルがすごいいすぎちゃって今って一緒に歌番組とかならないとあんまりわかんないですよね。若手アイドルグループとかがたまたまテレビ行ったら見てみようとかってもならないですか？見たりはしますけどそこの名前まであんまり覚えてないかも。あ、こんな子たちいるんだみたいな。どこの事務所だろうとか全く気にならないですね。こんな子いるんだって本当に一般のママがテレビ見てる感じですかね。ダンスとか歌唱力とかグループで踊り方とかこうやって合わせてるとか、うん、細かいところとか見たらこいつらすげえなとかここサボってんなとか一般の人よりは情報量多く見れるじゃないですか。あ、まあ確かにでも興味わかないですね。だってそこ思ったところで私がプロデュースしてるわけじゃないし、なんか私がどうこう言うことでもないから頑張ってんだなと思って見てますかね。ヒット曲がない。最低ヒット曲昔だってちょっと思いますよね。 CD が売れる売れないっていうよりもダウンロードとか配信とかでみんな聞くじゃないですか。みんなが口ずさめる曲があるかないかは分かんないけど、かといってコンサートはいっぱいお客さんが来てくれたりするっていう意味では難しいなと思いますよね。ヒット曲って言われているのが大抵アニメのオープニング曲とかあったりするんですよね。音楽をみんなが聞く習慣もないのでみんなが知ってるアニメで流してるのはみんな知ってる曲だよねってなっちゃうと、まあいい曲なんでしょうけど、ヒット曲っていう概念が昔とちょっと違うかもしれないですね。ミリオンみたいなのじゃないですもんね今ってね。各ファンが買ってて、うん、歌唱番組みたいなのないからファンじゃないと他のグループの曲とかを知る機会ほぼないっすよね。だからなんか昔よりもよりファンの人と楽しんで作り上げていくっていう感じなのかな。金を払わない一般大衆向けにやるよりもファンクラブ向けでファンが喜んでる方がうまく回るってありますもんね、うん、そうですね。トーク力を磨くみたいなのは事務所の中で教えられたりはするんですか？教えられるってことはないですけど、ラジオとかは最初すごいやりなさいって言って重要視してましたね。お便りに対してコメント返していったりとか、声だけだから物を説明するのもこれくらいって言っても伝わらないから、消しゴムぐらいのとか5センチぐらいのとかそうやって伝えるっていう、あれが練習になってたのかなってちょっと思いますね、うん、ちなみになんか家族にプロの話し家がいるじゃないですか。なんか影響受けたりとか参考になったり勉強になったりとかあるんですか？なんかもうやっぱりジャンルが違うので芸人さんだから学べないです。でもなんかこういう返し方うまいなとかっていうのもあったりしないんですか？普通に喋っててすごい楽しいは楽しいです。子供も本当に遊んでくれるってなるとすごい楽しいと思う。じゃあ藤本さんがツッコミがうまいのはひょっとしたら庄司さんの影響かもしれない。ああ、見てるからね近くで、うん、確かにその近くにいる人が喋るのが上手だったりするとそのテンポで喋ってるから日常がっていうことはもしかしたらあるかもしれないですよね、はいはい、こういう名字になりたかったとか別にないんです？全くないです。でも名字変えたいはあった？変えたいもないかな。好きな人と一緒の名字になるっていうのはまあなんか嬉しさもありつつもう藤本じゃないんだっていうのはちょっと寂しかったりするけど、仕事が藤本なんで僕も名前変えようかと思ったんですけどね。なんで？変わってみたら面白いのかなと思ってうちの彼女がもともと植木って名前なんで、うん、植木ひろゆきになるってパターンもあったんですよ。結婚の申し込み書を書く時の当日もそれで行こうと思ってたんですよ。証人になってもらう知り合いの家に行ってそういう話をした時にたまたま経営者をやってる人の夫婦で、ひろゆきさんの場合名前変わると会社の登記簿とか全部変えなきゃいけないから結構金かかるし手続き大変だよって言われてやめます。あ、そっか。ハイボーズっていう会社の社長の人が入るのに結局いくらかかったのかっていうのを試算して300万くらいかかったらしいんですよね、うん、すごい。それがめんどくさいんでそれさえなかったら僕植木ひろゆきになってたんじゃないかなと思うんですけどトーク力は芸能界に必須な能力ですか？確かに売れてる女性芸能人ちゃんと喋れる人多いですよね、うん、歌とかだけで行くアーティストさんだったらね、それでもライブとかはトークがあったりとか、うん、タレント業ってなると芸人さんと一緒に喋らせてもらうっていうところだったりとかではトーク力はもちろんあった方がいいですよね。 MC 全く
できないしてて、うん、あんま聞いたことないですよね。でもなんかそれこそ安室さんとかはトークそんな自分で得意じゃないからめちゃめちゃ歌って踊るトーク短いみたいな方もいますよね。でも別にトーク番組とか出てても普通に喋れてるじゃないですか。喋る、うんうん、話聞きたいなとも思うけど、それよりもね歌とダンスがめちゃめちゃうまいので、トーク力も全くない芸能人、まあ役者以外結局残らないんじゃないですか。それトーク力もそうだし、コミュニケーション能力みたいなところが、うん、まあね、それって芸能じゃなくても一般社会でも必要なんじゃないかなと思いますよね。会話ができないやつは生き残れないって至極当たり前の。そうそうそう、うんうん、高校の時に特定の女の子がいつ生理かっていうのを僕らの友達ずっと知ってて、うん、なんで、あの多分生理痛がひどくて休むんですよ。だから あいつあと2日ぐらいで生理になるねみたいな。嫌な男子だな。本当にみたいな。男子ってバカなんで。それが毎月で、だからその休み明けも結構大変みたいなの見てるから。ああ、そっか。それどうなのっていう。庄司さんはその藤本さんの影響で何か変わったりするんですか、うん、私の影響で変わってることあるかな、うん、あんのかな。でも奥さんの名前を呼ぶっていう芸で仕事にはなってますけど、私の影響じゃなくて、普通に庄司さん歌好きで普通にギター弾いて一人で歌ったりとかしてます。私より家で歌ってんじゃないかぐらい。あ、そう、もともとなんですね。うん、なんかギター弾いて歌ってますよ。ほー、うんうん、でギター弾いてあげて子供たちに歌わせたりしてます。奥さんの影響でもない。違うと思うけどな。じゃああんまり何の影響を与えてるっていうのは特にそんなに見当たらない。私とか今こうやってテレビ出させてもらって、テレビ出てるところとかライブにしても衣装を着てキラキラして楽しそうみたいになると、子供もねいいな、楽しそうだな、なりたいってなりそうで怖いなと思ってます、うん、もう子供には漠然と全然楽しくないよって言ってる。もう大変なんだから全然楽しくないって。藤本さん多分そんなに嫌な仕事を受けないっていうタイプじゃないですか。そうですね、そんなに辛い感じにならないと思うんですよ。そしたらもう事務所にバイトに一回入れてみるとかいいかもしれないですね。テレビ出てる人もいれば、うん、テレビに出てない人もいて、舞台やってる人もいたりするので、それはいい経験かもしれないですよね。いや、売れてないタレントを見てるは大事かもしれないですね。ちょっと言い方ひどいですけど、子供が芸能って簡単に行ける場所で簡単にできる仕事なんだっていうのを思わないようにするって難しくないですか、うん、だって自分の両親が片方だけなら私も両方やってるんですよ、うん、そうなんですよ。だから多分芸能の夫婦のお子さんは芸能に入る人が多いのかなとも思いますよね。一人暮らしの時って、うん、とりあえず辛くするっていうのをずっとやってたんですよね、うん、だからそれが僕がやりたいことなので、他の人に食わせられないんですよ。辛いのは好きなんですか。辛いのが僕の中でスポーツ化していて、韓国とかに行くとめちゃくちゃ辛いけどめちゃくちゃ美味しい料理ってあるじゃないですか。ある、うん、であれが辛いのが食えないと、その美味しいに到達する前にあ辛って言って終わっちゃうんですよね。めっちゃ辛いのがあって、韓国の人が超美味しいって言ってたんだけど、それは結構きついっていうのがあったので、もうそうならないために辛い体勢をどんどん受けてっていうのを楽しめるためにってことか。なので食事も楽しいし、辛いものの段階を上げていくっていうのが楽しいっていう2つの楽しさがあったんで、もう本当スポーツですね。そうで、こう家で料理するときはめっちゃ辛くするっていうのでずっと食ってきたんで、誰かに食わせたいがまずないんですよ。今は奥さんにも食べさせるからそんな辛くしたりはしない。最近家にはその唐辛子袋とかないんですよ。昔はその唐辛子の粉1キロとか買ってたんですけど。すごいな。アイドルになるってなった時に不安とかなかったんですか。やっぱそのアイドル卒業した人って結構不遇だよねっていうのは子供でも見てわかるじゃないですか。あ、その後がってことですよね。なんかアイドルとしてなんか卒業式みたいなやつでみんなこう泣いて、なんかいつまでも頑張ってって言う割に、子供にはあの人全然仕事なさそうだよねみたいな、子供でもわかるじゃないですか。テレビで見ないじゃんみたいな。いや、でも本人はそのアイドルになる時も夢いっぱいですし、卒業する時もあ、これからはグループじゃなくって一人でいろんなことをやっていきたいって夢いっぱいで卒業してってるので、本人はそんなに不安っていう感じじゃなかったりすると思うんですよね。だと卒業したてはやっぱりファンの人がまだグループを出たからといって応援してくれたりとかするので、結構なんとかなる場合あるんですね。
なんとかなるんじゃないかなって思いますけどね。二人ともね、お仕事の時はもちろんうちもシッターさんだったり、まあ私の母親が近くに住んでたりするので手伝ってもらうことももちろんあります。芸人さんってすごい男性文化だから、そういうの疎いイメージありますけどね。いやもうね、芸人さんも今子育てちゃんと入ってってる気がしますけどね。海外だとやっぱり平等にみたいな感じなんですかね。フランスで見てる限りはそうですね、うん、完全に。あ、そうなんだ。じゃあ今日本がフランスを追いかけてる状態ですね。結局そのめちゃめちゃ優秀な経営者で有名な人でも本当に平等なんで、うん、子供の交代するのは当たり前だよねっていうぐらいまで平等な文化が日本に行くかっていうと、うん、やっぱり行かない気がするんですよね。そうですね、そこまで行くには難しいかもしれないですね、全体がそうなるっていうのは。本当に自家用車で家の近所を乗り回すためにテスラモデル3乗ってらっしゃる。そうです、都内でもう仕事行ったりとかするのに乗ってます。なんで笑ったんですか。いや、テスラのモデル3ってあの 100m あたりの加速でいくと、うん、今売ってる車の中でもかなり上位なスピードの出る車じゃないですか。3秒ぐらいで100キロ行くみたいな、その能力を家から職場に行くのに使ってらっしゃる。そうです、そうです。そういうテスラユーザーもいるんですね。テスラユーザーって何、遠出とか高速を楽しみに乗ってんですか。やっぱそのスピードとか割とテスラの売りではあるので、聞いてる限り別になんか家から職場だったら軽自動車でいいじゃんみたいな。でもテスラのモデル3ってもともとそんなにすごい高いわけじゃなくって、電気自動車なので、まあ、補助金が出たりとかして、はい、結構、ね、安くなったりするので、それも良かったなと思います。最初の初期の頃に買ったんですね。そうかもしれない、うん、なんかだんだん値段上がってますからね。そういう意味では結構いいお買い物をしたんですね。そうですね。